皆さんこんにちは、ゴールド&シルバーの脇本彩人です。はい、今日も天下一品広報大使としての役割を果たすべく宣伝活動頑張っていきたいと思います。はい、早速なんですが、今日は天下一品片田店へやってまいりました。はい、今日はね、この片田店どんな特徴があるのか、もう期待度マックスなので、ちょっと頑張ってリポートしていきたいと思います。はい、それでは早速なんですが、こちらの天下一品片田店ということで、どういった特徴がありますでしょうか。はい、まずですね、交通の便もアクセスが良く、京都方面からのアクセスが良く、横橋の交差点の、まあ、すぐ近くに店舗がございます。外観のこだわりや内観のこだわりを、はい、あれば教えていただきたいです。はい、外観なんですが、はい、まあ、見てもらったら分かるかと思うんですが、東京駅、あー、なるほど、をイメージして作られてます、はい、外観については。で、内観の方は珍しく、まあ、こういったシャンデリアとかを使ってふんだんに、まあ、どちらかといえばファミリー層向けのお店の作りかなっております。今日は、おすすめのメニューを教えていただきたくてですね。それがですね、まあ、こちらにも書かれてるんですが、まあ、6月1日からは当店含む一部店舗で先行販売しております、こってりマックスという。こってりマックス、はい、普通のこってりラーメンとは、まあ、どういった違いがあるのでしょうか。はい、作った開発のものは、はい、こってりを超えるこってりというところで、こってりを超えるこってり、はい、以前超こってりっていうのを販売してたと思うんですが、はい、まあ、そちらを超えるような濃度になっております。さらに超えるんですか。じゃあもう飲むスープというよりも食べるスープになるんじゃないですか。そうなんです、はい、そのこってりマックスなんですけども、僕期待度マックスですので注文お願いいたします。かしこまりました。来ました、こってりマックス。スープいただきたいと思います。おー、すごい濃厚です。もう見た目がすごい、めちゃくちゃ濃厚です。噛んでしまいました今。美味しい、こってりのさらにこってりのさらにこってりです。すごい美味しい。もう天下一品のこってりが大好きな皆さんは絶対刺さるラーメンだと思います。これはこってり濃厚、濃厚マックスです。これはこってりの幅が広がったような感じですね。なんか奥行きを感じます。すごいですね。濃厚。それでは箸上げの方。すごい。すんごいです。いつもの2倍ぐらい光って見えます。最高、めちゃくちゃ美味しい。いつものね、こってりよりもやっぱりさらにこってりなので、味もすごいぐわっと押し寄せてきて、この鶏ガラの旨味と野菜のね、この旨味がすごいぐわっとくるので、普通のこってりよりもさらにこってりが好きな方はぜひ食べてほしい一品ですね。こちらはやっぱりこのね、通常のこってりよりもさらにこってりしているので、より一層この麺に絡んで一気に口の中に広がる感じです。めちゃくちゃ美味しい。美味しい、そのマックス美味しい。こちらのこってりマックスなんですが、6月12日から全国の天下一品の店舗で食べられるので、皆さんぜひ食べてみてください。そしてですね、こちら期間限定販売ではなくてですね、いつでも食べられる商品になっておりますので、皆さんぜひお召し上がりください。それでは今日はありがとうございました。マックス。